最近週末の天気があまり良くなくて平日長考が増えちゃいますね。翌日に有給を取って思いっきり豆イカ釣りをしてきました。今回は何やら野望があるようですよ。どうなることやら。では野望についてご本人のコメントを聞いてみるのだ。10月の9日木曜日、明日は有休なので、今日は夜通し行けたらやって、ちょっと数釣りに挑戦したいと思います。できれば束行きたいできれば束行きたい。束チャレンジ1回目、1回で成功したい。徹夜はやだ、まあ、でも眠くなったら途中でやめちゃうかもな。あまりプレッシャーになっちゃうと楽しめなくなっちゃうんで、ゆるっとやっていきたいと思います。21時52分か。今回は数釣りに挑戦します。数釣りは釣れた数にこだわる釣り。今日はタバチャレ。達成するにはとにかく長時間釣りをすること。長時間釣りをするには翌日が仕事じゃないこと、家族の同意が得られていること、生存に影響する気象条件ではないこと、トイレが近いところ、いろいろと条件が厳しいのだ。別に長時間やらなくても数釣りはできるのではないのかって疑問もあると思う。長時間やらなきゃいけないのは腕前の問題もある。仕方がないのだ。ちなみにこの場所では1時間当たりなし。場所を移動します。先行き不安である。移動して最初の1杯が釣れたのは日またぎの0時52分。3時間で1杯束達成まで途方もない時間が必要なのだ。2杯目2時20分、4時間半で2杯、絶望的なのだ。3杯目3時12分、これは修行だ。 X で80杯以上の情報が出ている。このポスト同じ場所の人だ。4杯目3時25分、この場には誰もいなくなった。時代が来たかもしれない。5杯目3時31分、剣先釣れた。刺身で食べると甘くて美味しいやつだ。でも今日はお前はカウント対象外なのだ。6杯目4時22分、7杯目4時25分、8杯目4時36分、やっと調子が上がってきたのだ。このペースで10時間やれば束達成なのだ。おっと、ミミイカなのだ。こいつは豆イカいない時に釣れるのだ。9杯目5時11分、束チャレというよりはつぬけチャレンジなのだ。10杯目5時12分、目標まであと90杯なのだ。11杯目5時51分、すっかり明るくなったのだ。このペースではおそらく束はいかない。でもせっかくなので7時までは粘ろうと思ったのだ。12杯目6時12分、13杯目6時15分、雨が降ってきたので6時30分におしまいにしました。21時52分にスタートして6時30分まで8時間32分の釣りでした。釣れたのは豆13杯、剣先1杯、ミミイカ1杯。帰ってから息子に話をしたら束達成までの時間をちゃんと計算してくれたのだ。はありがとうなのだ。いやお疲れ様です。感想を。全然釣れなかった。スタート前になんて言ってましたか。数釣り束行きたい恥ずかしい全然束どころかつぬけすら危ういみたいなね。こんな感じ。全くチャンスなかったってことですかね。でも同じ日に85っていうツイート出てたもんな。多分場所は同じ。では、何が敗因ですか？あれだよね、有給取って時間はちゃんと確保してたし、なんか集中してなかったわけでもないし、
だな。そうですね、腕だな。次はありますか。まあまたリベンジかな。でもきついな。まあそもそも普段20ぐらいしか釣らない人が束なんかなかなか難しいよね。そうだと思いました。どうしたらいいんだろうね。どうしよう。釣れない日じゃなかったわけでもないし。もう結論出てるだろう。ライトかな。腕だよ。ライトのせいだ。腕前の差だよ。往生際が悪いやつだな。もしかして鬼メンタルなのか。いやー、まだちょっと症状しないとね。おしまい。